リートン、ソシロ、ラジオ歴史小話、ジャカ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 、思わずシェアしたくなる歴史の話ということでですね、前回世界を股にかけて移動した、はい、まあ、ワーケーションの走りとね、ソシが行った合ってんのかな、4大イブンの一人イブン・バットゥータさんをご紹介しました、はい、で過去ね、確かこのラジ歴の中で4大イブンの中で、はい、イブン・シーナーさん、うんうん、取り上げたことがあると思うんですけれども、はい、まあ覚えてない方も多いと思うんですが、イブン・シーナーさんという人、まあ、この人はですね、まあ、イブン・ルシュドという人とイブン・シーナー、うん、まとめて語られることが多いんですけれども、はい、まあ、アリストテレスとか、うん、哲学の研究で有名で、はい、アビセンナ、うん、イブン・シーナーさんはね、はい、ラテン語ではアビセンナと呼ばれていて、はい、非常にそのルネッサンスとか、うん、こういったものへの影響も大きかった人物なんですけれども、はい、うん、今日ご紹介するのは4大イブンの一人、はい、イブン・ハルドゥーン、ハルドゥーン、この人は前回紹介したイブン・バットゥータが、14世紀の頭の生まれなんですけれども、はい、イブン・ハルドゥーンっていう人は1332年に生まれているので、はい、まあ、ちょっとイブン・バットゥータよりは少し若干後ろなんですが、はい、ほぼ同じ14世紀に来た、はい、イブンということで、はい、この人をご紹介したいと思います。はい、ぜひぜひ。どんな人かというとですね、彼は歴史家、うん、思想家、政治家として、はい、イスラム世界最大の学者と呼ばれている非常に高名な方なんですね、はい、うんうん、なるほど。で、彼は何を求めていたかと、どんな本を書いたかというと、世界史の動き、ほうほうほう、これがどうなっているのか、はい、ということで、うん、歴史序説って言われている本を書いた、はい、うんうんうん、これがね非常に彼の名を高らしめて、うん、はい、今なお、まあ、こう評価、はい、高い評価をね、うん、与えているんですけれども、はい、この世界序説という本、うん、はい、岩波文庫で全4巻とかね、まあ、すごく役所と分厚い本なんですけれども、うん、はい、まあ、究極何が書いてあるかっていうと、要はこれはねすごく面白いんですよ、うんうん、14世紀なんで、はい、まだホッブズさん、はい、イギリスのね西洋の社会契約説でリバイアさんの話です、そう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 、リバイアさんっていう本、うん、リバイアさんっていうのは聖書に出てくる伝説上の、うん、怪物なんだけども、はい、国家というのは時にそういう怪物的なものである、うんうん、でもともとじゃあなんで国家というものが必要だったのかっていうと、万、うん、人の万人による闘争、うん、要はみんなお互い、はい、僕とソッシーがいたら、はい、僕はソッシーを殴る、はい、ソッシーはリートを殴る、うん、お互い喧嘩をするっていうのが基本だ、うん、はい、ところが、うん、喧嘩をしたら負けるかもしれないし、うん、なので距離を置いて、はい、お互いちょっと牽制し合っているけれども、うんうん、究極本質的には仲間割れをするというか、うん、隙あらば、うん、リートンはソッシーを殴る、ソッシーも隙あらばリートンの足を引きずる、うんうん、まあ、こういう社会ギスギスしてる、うん、それが前提だよねっていう前提だよね、うん、ということ、はい、これをねなんとイブン・ハルドゥーンも指摘をしているんです、はい、このホップスよりもう前に前ですね、はいはいはい、でだけどなぜ社会を作っているのか、うん、これも本物と同じ、はい、で要はみんな安心を手に入れるには一人ではもう、うん、誰に寝込みを襲われるかわからない、はい、だから社会というものを作り上げていくためには安心が必要だし、うん、そもそも食料を一人で集めるよりかは、はい、みんなで手分けして集めた方が集めやすい、はい、っていう、うん、もう人間というものが毎日食べなきゃいけない、毎日食料を集めなきゃいけない、うん、こういうことを考えてた時に食料集めるだけで1日が終わってしまう、 そうですよ、うん、それを分担することによって、まあ、社会とか国家っていうものが肥大化していく、成長していく、うんうん、これが歴史の根幹なんだ、うん、っていうことで実は西洋の歴史学にも非常に大きな影響を与えているし、うんうん、僕自身のこのラジ歴の発想というか僕の歴史の捉え方のベースも実はイブン・ハルドゥーンと同じ見方なんだよね、うんうん、でこれは、うん、もちろん、実はもっと言うとギリシャ哲学の世界の時に言われてることだから、うん、別にイブン・ハルドゥーンが初めて言ったっていうわけじゃないんだけども、うんうんうん、イスラム世界においてそれを体系立てて、はい、書物にして明文化したっていうこと、はあはあはあ、それを整理したっていうことでやっぱイブン・ハルドゥーンの人は非常に、うん、イスラム世界最大の学者、うん、で
イスラム世界において一番大切なことって何かっていうと、はい、その発想とか考え方とか整理が、うん、コーランと結合しているか、はい、要は神様が言ってることと合ってるの、うん、そこからずれてしまうと、うんうん、やっぱりダメなわけよ。イスラムの世界として受け入れられないわけ、うん、はい、でもそれをコーランとのその整合性を整合性とかをきちんと整理して、いや、っていうことで、うん、やっぱそういう意味でイスラム世界最大の学者という名にふさわしいわけですな。なるほどな。だから明文化するっていうことの以前に、まあ、そこに載っている知識とはいろんな人がもうすでに語ってたことであるけど、それをちゃんと整理して、でイスラムの世界において学者の系統っていうのは大きく3つあって、一、うん、つが、まあ、本当にそのイスラム法、うん、コーランに書いてあること、あるいはハディースと、うん、いろんなね、イスラム法の方言となっているものについて整理をして理解をしている人たちということで、はい、法学者、まあ、前回ねイブン・バッツータという人も、はい、イスラム法学者としての知識、うん、知恵、技能、はい、技術、特殊専門性、これを生かして世界旅行ができていたっていう話前回したけれども、はい、その法学者の系統と、うん、でもう一つが哲学者としての系統、社会というのはどうなのかということ、うんうん、そして三つ目が帝王学、その実際に支配している側がどう振る舞うべきか、うんうん、はいはい、イスラム世界において、うん、このイスラム世界においてこの3つの、はい、まあ、うん、主流な学問の系統があったんだけれども、うんうん、やっぱりこのイブン・ハルドゥーンという人は、はい、イスラム法学者としての力もあれば哲学者としての力もある、うん、そして何より帝王学の部分においてはそもそも、はい、イスラム王朝、うん、官僚として、はい、政治家として実務にも携わっていたというところから、うん、知識の力が単なる知識だけじゃなくて、うん、実績も踏まえてということで、だから僕は誰に比するべきかなっていうふうに見ると、うん、ドラッカー、ドラッカーって人はコンサルだったりとか、その学者だったり、うん、でも実際に会社の中に入ってそういうことをやったりとか、うん、学問で整理したりとかっていうことで、はいはい、まあイスラム王朝という組織においてのドラッガーみたいな人がこのイブン・ハルドゥーンっていう人かなと思っています。なので彼自身、もともと生まれは北アフリカのチュニス、うん、はい、今のチュニジアの方ですね、うんうん、はい、でここら辺で生まれて、うん、はい、その後、モロッコ、うん、移動し西に移動してモロッコ、さらに海峡ジブラルタル海峡を渡って、はい、イベリア半島もね、スペインの当時まだ、うん、そうそかそかレコンキスタが終わってなかったので、なるほど、スペインはまだイスラム教徒の勢力があったというところで そこにも行って、そして、もういろんなところでね働いていたんですが、うん、最終的に、うん、彼はですね現在のアルジェリア、アルジェリア、アルジェリアも北アフリカですよね。北アフリカ、うん、ここでも政治の表舞台から身を引いて、はい、もう 4つぐらいいろんな王朝にこう仕官して働いてたのかな、うん、それが最終的にアルジェリアのところで、はい、西アジアのイスラム史、うん、イスラムの歴史、イスラムの王朝の変遷というものを体系化して書物にしていき、はい、その後はカイロ、エジプトの方に移動して、はい、活発な講演活動を展開しということで、ははは、彼がその残した歴史書っていうのは、うん、イバルの書、歴史書、このイバルの書っていうのを残して、うん、このイバルの書っていうのはイブン・ハルドゥーンによってね書かれた書物なんだけれども、うん、正式タイトル、はい、長いよ、小冊すべき実例の書、まあ、要は考察すべき実例の書でいいかな、うんうん、はい、もうちょっと軽く翻訳する、はい、でアラブ人、はい、ペルシャ人、ベルベル人、ベルベル人っていうのは北アフリカにいた人たち、はい、昔のバーバリアン、はい、ギリシャ語のバーバリアン、うん、要は他わけのわからない言葉を喋る人っていう 別称なんだけれども、まあ、北アフリカの人たちはベルベル人、うん、および彼らと同時代の偉大な支配者たちの初期と後期の歴史に関する集大成っていう書物なんだけれども、うん、これの、はい、第7部まであるんだけど、うん、めちゃくちゃ長い。第1部が歴史序説、うん、はあ、歴史序説ってそれだけで終わらず、そのまたさらに6つあるんですね。ある。で、その歴史序説のところが一番その普遍的な
なぜ国っていうものが起きたのか、うん、さっき言ったところね、さっき言ったような国っていうものをどうして作るのか、人は一人じゃ生きていけないって、うん、社会を構成しなきゃいけないっていう下りの部分、はい、でもお互い争っちゃうから、そのために共通の大きい権力っていうものがいなきゃいけない、はい、うん、でこれはイスラム法とも合致しているっていうようなところ、うん、あるいは経済性、地理的な部分、はい、田舎と都市っていうのは対立構造にあるよねとか、まあ、こういうところを整理したっていうのは第一部の歴史書説で、これが日本語の翻訳された、はいはいはい、ただ問題はその第2部から第7部っていうところはより具体的なところになるので、日本だとまあようわからんところの歴史になる、よう知らん歴史のところになるから、なかなか翻訳して書物には難しい、今現在はなってないのかな。日本語の訳書だと今パッとウィキの情報で恐縮なんですけど、やっぱり岩波文庫の歴史序説ぐらいしか、うん、あと岩波書店のね、イスラム古典総書の方に歴史序説部分ぐらいしかないのかなと思いますが、イブン・ハルドゥンという人の功績というかね、四大イブンの二人を今週、うん、はい、先週ご紹介したんですけれども、はい、まあ、このままね、イブンシリーズやってもちょっとイブンイブンしちゃって、どのイブンってがっちゃうので、はい、まあ、今回はね、イブン・バットゥータ、はい、火曜日の、そしてイブン・ハルドゥーンの2人を理解していただければと思います。ちょっと面白いなと思ったのが、前回のイブン・バットゥータもイブン・ハルドゥーンも、ハルドゥーンもなんか僕全然知らなかった時の印象だと、アラビア半島あたりに住んでその辺にって思ったら、はいはい、2人とも北アフリカのイスラム圏の、まあ、活動したってことなんですよね。だから、ね、うん、なんか今僕がこの現代生きながらイスラム圏って思い描いているイスラム圏と違う、その北アフリカとのイスラム圏ってイメージ、なんかここでの活動っていうのも純粋に面白いなって思いましたね。そうだね、うん、だからやっぱり僕ら自身が、うん、その西アジア、ヨーロッパのこと知ってるけれど、うん、地中海世界っていうところについて目がやっぱりちょっと行き届いていないということ、うん、まあ、そういうのもね、確かにあるんだよね、うん、はい、だからもっともっと世界っていうものを広く見ていく、やっぱりこのラジ歴においてもどうしてもこう北アフリカとかアフリカ、うん、あるいは南米、うん、こういったところの歴史の取り扱いっていうのがね、はい、相対的に少なくなってしまっているので、うん、折を見て、はい、ぜひ、紹介を続けていきたいなと思っております、はい、ということで、ここまでのお相手は私リートンとソシュでした。バイバイ、バイバイ。ラジ歴リスナーの皆さん、今我々リートンとソシュはラジ歴世界遺産の旅というサブチャンネルを展開しています。33カ国の国を巡って、皆さんの知っている世界遺産や知らない世界遺産、この国にこんな歴史があったのということをリートンとソッシーの2人で紐解いていっています。ぜひラジ歴世界遺産の旅、こちらの方も聞いていただければと思います。各ポッドキャストでラジ歴世界遺産の旅で検索していただくと、青色のサムネイルが出てくると思いますので、そちらの方からぜひ聞いていただければと思います。順次、週に1編ずつプラスアルファできるようにですね、今公開を進めていっており、なんとかこの2023年中には世界遺産旅を終えて日本に帰ってきたいな。皆さん、それではお楽しみに。